っしょ。これ確か終わった後やったな。体がだゆい。以上で全校朝礼を終わります。続きまして生徒会から新しい役員の紹介があります。生徒会代表、生徒会長、3年D組桐城満さん。はい。やっぱ先輩に決まったんだ。ま、あの人の人気すごいもんね。なんつっても霧城だもんな。オーラ出てるっつうか、近寄りがたいっつうか。しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろ。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。学園がよりよくあるために、一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを一年間ずっと切らさず置くのは簡単ではないでしょう。大事なのは、それが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために、各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなく、いかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。すげえ。なる。お前意味わかった？普通の高校生が言うことじゃねえよな。あの人じゃなきゃ笑い話だぜ。完璧同士。サブメニュー。
さあセーブできる。やっとこうやれるときやっとかんと。ああこれがサブメニューか。待ってください。ああなんか帰ってしまいそうやな。お前真田さんのこと、ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将、確かにかっこいいと思うけどさ、普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。漫画でも見れないぜあんなの。今からどっか遊びに行くんかな。おいお前たち、これから暇か。え、あ、俺らっすか。もう、もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと。なら、今からポロニアンモールまで二人で来てくれ。場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番？あの、真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんすか。友達？この子たちのことか。いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく、俺は先に行くからな。必ず来いよ。ちょっと先輩、少しは相手してくださいよ。名前も知らないって一人もか？ありえねえだろ普通。ま、とにかく行こうぜ。うん、ロードできるんや。これは助かるな。うん、非常口。放送室。ああ、ここに出るのか。なるほど。
玄関ホールか。渡り廊下。保険の江戸川。疲れトレイル揚げパンか。ブックカバになったんか。来たわよ、真田先輩。待ってください。お前、真田さんのことよく知らないだろ。いいよな、あれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将、確かにかっこいいと思うけどさ。普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。漫画でも見れないぜ、あんなの。今からどっか遊びに行くんかな。おい、お前たち、これから暇か。忙しいです。え、あ、俺らっすか。もう、もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと。なら、今からポロニアンモールまで二人で来てくれ。
場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番？あの真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんすか？友達？この子たちのことか。いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく俺は先に行くからな。ちょっと先輩、少しは相手してくださいよ。名前も知らないって一人もか？ありえねえだろ普通。ま、とにかく行こうぜ。少女のため息か。は、一緒に葉隠れでラーメン食べる。葉隠れ。これがタウンマップってやつか。ポロニアンモールはこれか。ポートアイランド駅。長島神社。改札口か。外れ。まずい。別か。いつも通り。
改札口。なんか妙に細々使ってんな。葉隠れ、あ、これが葉隠れ。噂の葉隠れラーメン。神社ファーマシードジウラか。回れ右さあラストここか。じゃあ黒沢さん、これいただいていきます。あとさっきの話、こいつらのことです。ん？この人は黒沢巡査、俺たちの活動に協力してくれてる。それとこれはいくつきさんからだ。え、マジいいんすか？手ぶらじゃ戦えないからな、ここで準備しろ。黒沢さんは仕事のコネで俺たちの装備品を揃えてくれる。もっともタダにはしてくれないけどな。当たり前だ、世の中にタダのものなどない。分かってますよ。じゃあ俺はこれで。君たちのことは聞いてる。俺の仕事は町の治安を守ることだ。たとえそれがどんな事情であってもな。力などなくても俺にはこの町の異変はわかる。俺は俺が正しいと信じることをする。それだけだ。辰巳東交番、武器屋みたいなところか。ものがありません。武器を買う。
グラデ高3000、きついなこれ。4しか上がらんのか。ショートボ2しか上がらん。たった2か。高い割にも一つやな。ああ、これの方がめっちゃ上がるの。高いけど14上がるのでっかいの。めっちゃ上がるの。さすがに両方買いけど。20近いな。すごい上がるなこれ。高いけど上がりが半端ないな。ハマってるの。ここはやっぱ防具やな。上がりがやっぱりもう14は。
うん、4000か。4000やったら買っとくか。守りは固めた方がいいな。14か30。16か。青ひげファーマシー、青ひげ薬局、赤ひげみたいな。
カタラジン。ああ、ベルベットのか、こんなとこについてんのか。チラッと見た感じか、知らんか。よし、牛丼や、うまそうやな。できるとかあったな。It's a love.
どうしようかな。月火水の夜だけ。君か、お帰り。他のも帰るんじゃ。先生、なるほど。よっしゃ、まあ終わろっか。さあ、ではではでは。